どうもラオチンです。さあ今日もポケモンレジェンズアルセウスやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。全クリをしまして、さらに20時間ほどプレイをしました。ポケモン図鑑を埋めていく作業をやってますね。でポケモン図鑑を埋めていくと星が増えていくじゃないですか。全クリをする頃には、星が6個ぐらいだと思うんだけども、それから20時間星9個まで来ました。見てください。こんな感じですね。9つ星団員星が9個揃いました。あと1個で、コンプリートっていうところですね。そして星6個の時ってレベル85までのポケモンが言うことを聞いたと思うんですけども、星7個になると全てのポケモンが言うことを聞くようになります。そして追加報酬としてギガトンボールが作れるようになりました。ギガトンボールを使っていくと敵の逃げる確率っていうのが結構低くなったと思うんで、かなり使い勝手がいいボールですね。そして星8になるとジェットボールが作れるようになりました。空を飛んでるポケモンがいて、それどうやって入手するのかなって思ってたんだけども、このジェットボールがないとちょっと入手は難しいみたいですね。ジェットボールなかなか使えます。そして回復の薬のレシピ、これも星8でもらうことができました。そしてもう一つ美味しい報酬が出てて、報酬アップがつきました。ポケモンを捕まえていって見せた時に報酬もらえると思うんだけども、その報酬が、増えるんだよね。これはね、なかなか、地味だけども美味しい報酬になってるんではないでしょうか。そして星9になったらさらにもう一段階報酬アップがつきます。2段階つくと、お金がどんどん溜まっていくので、だいぶ楽になってきましたね。お金ってね、やっぱすごい必要なのよ。すっごい必要なんで、報酬アップがついてくれてすごく助かってます。そして俺が今一番驚いてるのが、星9から星10に上がるのに必要なポイント、このね数字にちょっと驚いてます。こんな感じですね。星9になるまでにポケモンの研究ポイントが3万ポイント必要だったんだよ。1から9までで。で、9から10までがさらに3万ポイント、倍なのよね。これ、いけるかなとちょっとね、すごい心配です。で、この3万ポイントになるためには、これね、わかった。研究レベルは、10で完成するんだけども、星10にするにはこれ全部をチェック入れていかなきゃいけないの。全部にチェックを入れて、全部のポケモンを入手してようやく星10だね。これとんでもないから、とんでもない。もう研究レベルをもうなんとかね、入手した。俺今ね130体入手してるんだけども、ほとんどをね研究レベル10にしていって、でようやく9なのよ。星9。で、これをね、全部チェックをしていけっていうのは、これ地獄だね。ほんと、いけるかな?ポケモン図鑑のタスクなんだけども、まあ、簡単なやつは簡単なんだよね。必殺技を何回か使えとか、そういうやつだったら全然大丈夫なんだけども、そうじゃないやつとかがいるのよ。全種類、進化させろとか、あと、なんか夜とか昼とか限定で捕まえろとか、なんかすごいめんどくさいんだよね。これはおそらく星10にするのは100時間以上かかるんじゃない?これはやばいよ。はい、ということで今日は星9になりましたので報告です。星10にするのは地獄です。これやれる人は、ごくわずかじゃない?限られた人しか星10はできないと思います。かなり難しいね。まあ、アップデートとかでポケモンがもう少し増えてくれればやりやすくなると思うんだけども、今の状態で星10を狙うってなると、これは地獄です。はい。
まあ、俺も、まあ、できるだけ頑張ってみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。